お世話になります。いつもの挨拶でした。今日もイグザムのイグラジの時間、イグザムレイディオ、レイディオ始まるよ。なります。イグザムのクロです。クロです。はい、さあ始まりました、イグザムのイグザムレディオ。はい、最近ワクワクした？ワクワクはね、ワクワクはしたね。じゃあその話は一旦置いといて、すごいすごいお預け感話振っときながらね、すごいお預け感そう、私そのワクワクしたことを話そうと思う。あー、ぜひぜひ。ワッフル食べ放題行ったのよ。うわ、それちょっと湧くつくね。湧くつくって何？それちょっと気持ち湧くつくな。そう、あ、まあ何て言ったかっていうと、うん、あのしゃぶ用に行ったのよ。しゃぶ用そんな食べ放題あんの？で、子供の時ってさ、うん、そのバイキングとか行った記憶ある？いや、クソはしゃいで。あ、あるじゃん。で、はしゃいだはしゃいだ。で、まあしゃぶ用って行ったことなかった。ああ、その今まで。お寿司とかも食べれない？そう、食べれる。食べれるよね。そうで、そのしゃぶよ、なんかしゃぶしゃぶ食べたくなって、はいはいはい、しゃぶしゃぶ食いたいな、無性にね。そう、一人で行ったの？友達で行ったんだけど、でもなんか、あんまりお金出したくないなっていう。あ、そうそう、なんかだから、ね、でもしゃぶしゃぶってちょっとお高いイメージあるじゃん。まあ、なんか食べ放そう無制限だからね。そう、うん、だけどなんかいろいろ食べれるって聞いて、うん、まあまあまあ、お肉とかでちょっと押せと思ったの。すごい舐めてる。あ、いいよ、みたいな。すごい舐めてる。手をって言ったら、バイキングみたいになってんのね。そう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 、そう。サラダバーみたいなのちゃんとあるの。そう、サラダバーがあって、カレー食えるし、うん、で、アイスとかさ、そう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 、食べれるとかっていうさ、なんかいろいろできることに気づいて、うん、で、まあ、とはいえ、しゃぶしゃぶを食べに来たわけだから、うん、しゃぶしゃぶ食べてた。で、こう、タレが別のとこにあるんだよね。タレは自分でこうカスタマイズできる。はいはいはい。だから、タレは単独では来ないんだよ、ね、うんうんうん。で、タレを取りに行ったらパッて見たら、うん、ワッフルコーナーがあった。ワッフルコーナーがあった。ワッフルコーナー。すごいね。そんなとこあるんだよ。そう。で、ワッフル作れんのって思って。で、そらもう作りてえって思って。ね、で、ここまでワクワクさせてんだ。うん、で、一応ね、この指示書きがあるわけ。一杯しかダメですとか、あと2分でとか、いろいろ指定があるわけよ。美味しく作るためにね。そう、作るためにね。で、俺はもう忠実にこうやってやって、うん、カンカンってやって、あの、このホットサンドメーカーみたいなの作るんだよ。あ、そうね、こう焼いていくやつよね。そう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 。網網になっててね、うん、鉄板が。で、ビーってスタートして、うん、ビービービーガチャッて開けた、うん。真っ白いワッフルになってて。えちょっと待って、これ生じゃないって思ったの。生じゃない？これ生じゃないって思って。受ける。俺は受けなかった。なんで？で、真っ白いんだ。はぁって思って、でもなんかこれ以上したらさ、なんか焼けつく可能性があるじゃん。逆にね。うん、だからもうビビりながらさ、うん。うん、って思って、うん。で、俺の中ではワッフルにアイスクリームぶっかけて、チョコソースをかけるっていうのがしたかった。そうだよね。そう。仕上げに。そう。ちなみにこのソフトクリームは全く別のコーナーなんで、勝手にカスタマイズしよう。いやいやいや、それはありでしょ。で、とりあえずやってそれを、うん、食べた。なんかもうキモキモみたいな。なんか何食ってんだろうな、俺。あ、全然焼けてない。あら。もう一回リベンジするわって友達だから、いや、作れるからやってみるわって言われて。うん、作ったことあるからって、うん。じゃあ頼んだって言ったら。まあ少々時間が。まあまあまあ、2分、2分ね。でこう帰ってきて、うん、作ったよってパッって出てきたら、うん、めっちゃ綺麗に焼けてる。え？ってなんでって思って、うん、そしたら多分公式ではないから、うん、あんまりみんな真似しちゃいけないんだろうけど、うん、あのまず2杯入れよって言われて、うん、まず2杯かけ入れるの、うん、で、まあ、多分2杯1杯って指定は溢れちゃうからなんだよ、1杯みんな入れすぎて、はいはいはい、だから多分1杯にしててなんだけど2杯にして、うん、だいたいね4分ぐらい焼くといいよって言われて、え？ってなって全部倍。で、それで、そいつが作ったのがうますぎて、うん、ちょっともう一回作ってきてって言って、おかわりって。そう、おかわりって、で、ちょっともう作り方も見たいから、もう一回作ってって言って、俺、5回ぐらい食ったの、ワッフル。めちゃくちゃ食うじゃん。もうワッフル一生食えるわ。もうここしゃぶ用じゃない。ワッフル食べ放題。もうワクワクした話というよりか、ワッポワッポした話。